どうで誰にどうなんじゃって聞いとるじゃん、これ差別すんのか、俺。津市相生町自治会長事件、田辺哲司元自治会長、まあ、その他民間人が何人か捕まって、あとは津市の職員だと臨時職員が一人捕まって、で今裁判にかけられてるところなんですけども、もう津市の職員はこれ以上摘発されずに幕引きを図るんじゃないかなという、まあ、そんな状況なんですけども、こういうものがあるんですね。津人協頼り、先月の7月15日発行ですね。これは津市人権童話教育研究協議会と申しまして、いわゆるね、各地にある導水橋に相当する団体です。これがですね、こんなことが書いてあるんですね。規模を縮小してでも総会を開催することにこだわったと。それは大きく取り上げられた自治会長問題の根底に部落差別があり、この問題が部落問題に対する偏見や差別心を多くの市民に植え付けてしまうという結果を招いたから、そこで不安を感じている地域や子どもたちが多くいることや、市民の中にある偏見や差別心に私たち一人一人が向き合おうとしているかを会員の皆さんに直接届けたかったからですと書いてあるんですけども、まあ反省してないですよね。まずその、部落差別がありと。で、偏見や差別心を多くの市民に植え付けたって、それは違うと思うんですよね。だって、田辺さんがやってること、ね。あと、それに市の職員が加担してたわけだけども、もうやってることが本当にえげつないっていうか、もう悪事をやってたわけです。部落問題を利用して。で、それは別に偏見や差別心でもなくて、その現実に起こったことで、童話行政とかね、その部落問題というものが悪用されて、あんな、こう、悪事がまかり通ってたっていう事実が知れ渡ったっていうことであって、別に偏見や差別心が広まったっていうことでもないんですよね。で、不安だとか偏見や差別心とか、そういう心の問題じゃなくて、現実にあったことなわけです。あの、津市の自治会問題っていうのは。だからそれを未だに部落差別だ、部落差別だって言ってるっていうのが、まずおかしな話なんですよ。あとは何ですかね、差別の現実を踏まえた取り組みをっていうことで、インターネットで部落の地名や、で、田んぼとして被差別部落内を撮影した動画を公開されていると。コメント欄に、この動画のせいで私の友人は自ら命を絶ちました。どう責任取ってくれるんですかとか言ってね。いや、まあ、非難するんだったらもう、ねえ、堂々と自転車だとか、神奈川県人権啓発センターがやってることだって書けばいいのにね。こういうあやふやなことを書いてるのも卑怯な話で、だいたい私の友人は自ら命を絶ちました。立ちましたってね、こんなもん別に自作自演で誰でもコメント欄に書けるわけだから、そんな匿名のインターネットの書き込みがどうこうって言うんだったら、じゃあ津市の職員なんかね、1年に何人か自殺するなんていう話も出てるけども、それもあのやっぱり田辺会長の件関係してるんじゃないかって言われてるし、まあそうはいかなくてもね、事実として職員がね、退職に追い込まれたりだとかね、もういろんな人がその悪事に加担されて、まあこれから何人処分されるんだって話になってるし、別にそれはね、もうこんなね、このネット上のわけのわからない匿名のコメントの話じゃないわけですよ。事実として起こってることなわけですね。だから差別の現実を踏まえた取り組みをって言ってるけど、いや、差別っていらないですよ。まず現実を直視しましょうよって、ああいうことが起きたっていうことをね。だから全く反省してないですね。ちなみにこの津人協っていうのはですね、教職員なんかもほとんど強制加入だそうですよ。あの、三教祖って言って、まあ、教職員組合があるんですけどね。まあ、7割、8割の教職員入ってるんだけど、もうそういう人はもう強制加入で。で、三教祖入ってない人もね、もうとにかくね、入らないといけないと。で、会費払わなかったら、なんか上司が吊るし上げられるとか。で、その、津人協入れっていうのは、その教職員だけじゃなくて、まあ一般のね、知事部局の職員だとか、あと企業なんかにもね、入れって言われるそうですよね。で、ちなみに会費は年間一口500円、最低二口だそうです。つまり年間1000円からっていうことですね。で、そういうふうに集めたお金が、じゃあ実際どういうふうに使われてるのかわからないっていうことで、結構ね、怒りの声が私のところに何人かから寄せられてます。今後ね、じゃあ、津市がね、どうやっていくか、どうしていくのがいいのかっていうことをね。今後ね、こういうことは起こらないようにっていう再発防止を考えないといけないんだけども、じゃあこの部落問題解消するっていうことは別に難しいことじゃないんですよ。すごく簡単なことです。ものすごく簡単なことです。ね、なんで簡単かっていうと、例えばね、まあ今コロナウイルスの広まってて、じゃあ夜にね、酒飲むのやめろとか、
多人数で騒ぐのやめろって言ったってみんなやるわけです。なんでやるかっていうと、それは楽しいしやりたいからみんなやるわけですよ。だからそれをやめろっていうのはすごく大変なことなんだけども、童話だのなんだのこういう、例えばね、あの被災北口で都の職員なんかがね、駆り出されて人権関係の集会だとか言って、だけどなんか市の施設を使ってね、なんか自民党批判だの平和だのなんだのってやってるわけですよ。でもそんな市のね、職員を借り出してやるようなことがと、時間が無駄でしょうがないと、本当に嫌でしょうがないっていうような、そういうことを言われるわけです。で、愛生町の自治会長の問題に関してもね、こんなその童話地区に奉仕するような部署っていうのは必要なのかと、あのね、人権政策かとか、あんな何やってるんだっていうふうに言われてね、まあ、正直こんなんもやりたくないっていうような状態だったわけです。やりたくないものをね、やめるっていうのはすごく簡単なことですよ。やりたいことをやめろっていうのはそれは難しいけど、みんながやりたくないって思ってることをやめるっていうのは、僕はものすごく簡単なことだと思うんですけど、具体的にはこの都人協なんかなくして、その人権関係のね、もうみんないやいや参加してるようなこういうイベントみんななくしましょうって言ったら、それは皆さん喜んでやめるから、そんななくすのはとっても簡単なことだと思うんですよね。今回その自治会の問題なんかにしても、結局こういう嫌なことをみんなやらされてたっていうことが問題なんだから、じゃあ嫌なことはもうやめましょうっていう、それだけの話なんです。ものすごく簡単なことです。それでもう市の職員だけじゃなくて、この嫌なことをやらされてた、こう悪いことに加担させられてた民間の業者ももうそういうことはしなくて済むわけで、堂々とね、普通にね、仕事ができるわけで、嫌なことをやめるっていうことを、何も難しいことじゃないんです。童話行政をやめるっていうことについてね、それはいろんな他の自治体の事例っていうのを参考にしていけばいいと思います。童話行政をやめるっていうのは、まあ象徴的なものとして、やっぱりあの箱物の童話施設をやめるっていうことがあるんですよ。津市だと市民館、ああいうのをやめるっていうのは、やっぱり童話行政をやめるっていうことになると思うんですね。で、それをやめる方法っていうのも、まあいろいろあって、例えばもう取り壊してね、市民館取り壊して更地にして、で、まあ他のことに活用するか、あるいはもう民間に売り払ってしまうっていうこともあるし、で、建物がもったいないんだったら、それこそね、なんか市のどっかの部署の事務所にしてしまうとかね、あるいは自治会に払い下げるとか、まあそういうの難しいんだったら、例えばなんかね、事務所として民間に貸してしまうとかね、他の自治体の例だとね、林保館っていう名目のまま、なんか他の保健関係の部署が事務所として使ってるなんていう話もあるしね。いや、何でもできると思うんですよ。だから嫌なことをやめるためだったら、それは皆さんね、一生懸命ね、知恵を絞って働くと思います。職員の皆さんも。だから簡単なことだと思います。その、例えばね、林保館をなんか他のことにこっそり流用したりしたって、あの国の所管の厚生労働省は多分何も言ってこないですよ。何も分かってないし、それに、童話って言ったらね、あれこれね、言わないから怖がって、あの、中央の官庁もね。だからやってしまっていいと思うんです。本当にやってもいいんだです。やってもいいんだ。だから胸の使いを取っ払ってね、やっていけばいいと思うんですよ。前は市長がね、もうこういう嫌なことはやめましょうって、童話行政もね、もうやめましょうっていうふうに、もう一言言えば、もう皆さん喜んでね、もう童話行政なくすために動くと思いますよ。そしたらもうね、愛生町なんかもね、津市内の童話地区っていうのももうね、もう自立していけるし、もうそんな童話童話だってっていうふうにね、言わなくて済むわけです。だからいいこといっぱいあるわけです。今後津市の行く道としては、もう簡単です。嫌なことをやめましょう。それだけです。嫌なことをやめるっていうのは、とても簡単なことです。ということでね、今日はね、論説ということでお送りいたしました。